はい、どうもみなこんにちは。昨日に出たの、これ今日出たのか。N ゲージオブゼイ2020の、まあ、メーカー別のね、トップが、決まりましたんでね、ちょっと動画にしていこうかなと思います。で、俺ね、何に自分が投票したかちょっとその辺が覚えてないんでね、その辺ちょっと見ながらやっていきたいかなと思いますね。というわけで、じゃあ一番少ない江ノ電からまず行きましょうか。まあ、江ノ電ね、今回まあ、今年集めたのはね、まあ、3種類ということで、江ノ電10型、レトロシですね。あと21型の、ノーマルとチョコ電かな、ちょっとどっちがどっちか忘れたんですけど、まあ、ズバ抜けてね、江ノ電の10型ということで。まあ、過去にね、発売されてるやつが、まあ、今回ね、リニューアルの、新品扱いでね、出たんですけど、まあ、それがね、1位獲得ということで、まあ、これは妥当なんですかね。多分ね、俺ね、江ノ電は10型に投票したと思うんだよな。ちょっと俺も覚えてないんで、今ちょっと動画確認してるんですけど。ちょっと待ちくださいね。多分ね、江ノ電とかね、最後にやったんだよな、だから。結論なんだ。加藤もトミックスマイクロ順にやっちゃったんだよね、今年。っていうわけで。ちょっとお待ちください。日曜ね、スマホの方でね、俺が何に投票してもいいですけど。ね。話が長えな。その時の動画は130分くらいでも済んだんだ、でも。とりあえずね、俺が投票したモデモブゼ2010、やっぱりそうですね、買ってないけど、エノデンの10型で投票ですね。まあ、俺、過去製品持ってるんで、そうですね、欲しかったんですけど、確か俺当時のあれ1万8000円くらいで買ったんだよね。1万ね、7000円だから1000円のプレネの状態でね、ポチの横浜で買ったんですよ。あれ、だからね、今思えば、まあ、特にモデモって結構再生産しないんでね、まあ、リニューアルはする可能性があるけど、まあ、昔のライト付きの、ライトなしの車両か、未だ にリニューアル食ってないやつも多いんでね、まあ、ちょっとしょうがないのかなと思いますけど、で、次はポポンデッタか。ね。ちょっと待って、あー画面が狂った。いや、ポポンデッタどれだ？ちょっと待ってください、ポポンデッタの投票画面が出てこない。これはマイクロだもんな。で、これがグリーンマックス。あれ俺もしかしたらポポンデッタ投票しないか。ああ、あった。ポポンデッタ今年ラインナップが4つ。ホキに太平洋、ごめん、ホキに相模に阪急。一応ランキングなんですね。まさかの阪急が負けたんですね。しかも阪急に関しては僕1票差で負けてた。まあ、ダントツで相鉄戦か。ちなみに俺何に投票したかっていうと、ああ、俺相鉄戦に投票しましたね。俺今相鉄戦に入れたよな。そうですね、相鉄戦に入れましたね。意外とホキ人気あったんだ。ちょっとそこ意外っすね。で、続いてが、じゃあ、グリーンマックス行きましょうか。まあ、グリーンマックスに関してはそうですね。俺が明らかに投票したやつが、二つは入ってるんですかね。ちょっと一応、じゃあ、グリーンマックス行きましょうか。グリーンマックス。俺、次、もう来年からはね、絶対どれに投票したかね、メモる。もう動画探すの、買ったる。これがマイクロエース。じゃあ、これマイクロエースか。あ、グリーンマックスがありましたね。グリーンマックス、まず上半期の1月から4月版。これで俺が何に投票したかっていうと、俺その時投票したのどれだこれ。あ、西武の黄色っすね。西武6000系の黄色い電車。ランキングはこれクリックしなきゃダメ。西武のランキング黄色いのどれだ。なんかさ、ズバ抜けた阪急すごくね。阪急と京王すごいっすね。で、俺の西武はどこだ。俺の西武は、あれどれだ。あ、これか。西武黄色線でした。28票。あ、でもまあ、こん中だとトップ3には入ったんですね。一応ね、上半期の1月から4月版。その中ではまあ一応トップ3と。で、次5月から8月版。これで俺が何に投票したかっていうと、京急の隅っこ暮らしに入れてますね。京急の隅っこ暮らしってどれだ。ちなみにこん中のトップ、あ、俺か、隅っこ暮らしに入れちゃったのか、エヴァじゃなくて。あれ、俺どっちに入れたっけ。あ、そうそう、最終的にはエヴァンゲリオンしますね。まあ、86位でエヴァンゲリオンが、なんと、メーカー部門トップとね。まあ、そうですね。これは、まあ、なんつうの、付属品の取り付け欄はね、ちょっとありましたけど、出来は良かったですからね。で、グリーンマックスの、最後ですね、9月から12月分。俺、ここ何に投票したんだろう。自分でも覚えてないっていうのが本音なんですけど。ああ、西武2000系のやっぱり白ライトにしますね。
政務に選挙しろライト、51票ということで、まあ、この中でね、トップで。じゃあ、あと何なんだろう。あとランキングはですね、第2位が、近鉄、あ、千賀列車か。はいはいはい。まあ、近鉄の、まあ、プロスタイプの千賀列車と。まあ、そうですね。西武の産経、コーペンチャーもね、まあ、第3位ランクイート。で、阪急の、住みっこ暮らしですね。まあ、これしかも急にあの、なんつうの、メーカー、あの、グリーンマックスが正式に出したやつじゃなくて、あの、阪急商事っていう方から出したんで、これ正式には出てない方なんですよ。だから、クロスポイントとかと同等のやつ。だから、俺、こういう売り方って好きじゃないんですよね。うん、正直。しかも結構高かったんですよね。8両でも4万近くだったりとか。だから俺、買わなかったんですけど。まあ、そうですね。まあまあ、意外でも、意外な阪急の住みっこ暮らしが、まあ、急に伸びてきたんですよね。まあでも普通にコーペンちゃん、まあ出ましたし。そうですね。一応俺が買ったやつが、まあ1位、3位取ったということで。まあこの辺はそうですね。まあ買って嬉しいなと思いますね。意外とでも、あとそうですね。ランキングが伸びたのっつったら、まああの、クロスポイントから出た八王子の訓練生ですかね。確か武蔵野線の沿線だっけ？こいつ確かいるの。確か武蔵野線の沿線に昔いたずなんだけど、今もいないのかな？しかもとっくに廃車されちゃってんのかな？確かね、昔ね、武蔵野線のどこだっけな、あの、西武線とね、あの、接続してるあたり、あの辺に昔いたはずなんですけど。雲、あ、間違えた。雲屋じゃねえ。雲派じゃん。あれ、雲。あ、雲屋でいいのか。雲派145の118番。どこだっけな、確か武蔵野線ってことは覚えてんだけど。どこ、あ、でもそうです。一応武蔵野線線で、あ、そうですね。新秋津駅なんで、西武線と、接続してるのってどこだっけ確か新秋田と思ったんだけど。あー、なるほど。ちなみにこいつまだ現役なんだ。しまいにはあいつ、これあいつかなんか、なんか正月のヘッドマークにカイジかなんかもつけてたんだ。へー。行き先が甲府行きか。普通もいいな。あ、こいつまだ本当に現役なんだね。てっきりあれだな、俺209系の改造車かなんかがもうバリバリいるから、もういないのかと思った。でもまだ売ってんのかな。売ってたらまだ欲しいんですけどね。あとそうだね、意外にランキング伸びたって言ったら、まあ失礼かもしんないけど、東急の目黒線のやつも24票、意外と伸びましたね。まあ、電通線はね、結構ちょこ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 いろんなロットで出してるから、まあ8票、4票で分かれた感じですけど。そうだね、意外と伸びたね、目黒線のやつは。あんまり目黒線 YouTube で俺見てなかったんですけどね。まあ意外と伸びなかったのは西武6000系かステンレス仕様。まあこれもちょっといろんなロットあるしね。まあイエローハッピートレインのドア黄色版。まあこれもそうですね、10票で。まあライトが光らなくて見て人が買わなかったのかな、やっぱり。でもそうですね、やっぱり西武2000系、初のね、あの完成品としては出たんで、伸びましたね。コーペンちゃんがやっぱり40票っていうのも折り返なんだよね。まあ一応ね、こんな感じで、俺が買ったやつは、1位とね、4位にランキングということですね。ちなみに TH ラインはもう50票入ってたんだ。すごいね。阪急1000系、神戸線か。ああ、すごいですね。KO のラッピングも。惜しかったなぁ。あと1票で3位タイだったんだね。まあでも、意外っすね。まあ、もう結構買った人多かったんですかね、エヴァに関しては。で、続いてマイクレースですね。ね、明らかにマイクレースは俺が投票したやつ、軒並み除外食ってんな。マイクレースに俺が投票したのが、ね、マイクロエース、ここか。腹減ってきたな。マイクロエースのまず1月から5月分ですね。俺、京急のね、復活改造車にやってる、あの、改造編成。あれ、だいぶ県外食ったんだ。ちょっとショックだな。じゃあ、まず行きましょうか。まずこちらですね。あ、でもそうですね。意外と中間改造編成33票とリバイバルより多かったんだ。まあ、このランキングなんかだとそうですね。1、2、3位、5位タイか。赤兵衛と同一っていうのはなんかやだな。まあ、めでたい電車のね、3本目ですね。まあ、こちらが第4位ということで。まあ、第1位が瀬戸内マリンビューか。で、第2位が、ノースレインボーのダイソー仕様ですね。トップナンバーの。まあ、それが一応第2位で、3位に7、4位が、これはなんだ。あ、KO6000K か。で、第5位タイに、まあ、京急の、改造編成と、まあ、赤部と。で、惜しくも、客車に両セットか。で、まあ、8位タイが阪急の、神戸線と、あ、これがリバイバルか。まあまあ、いい方ですね。1500系伸びなかったんですね。あの、6両セット久々の製品化の割には。あれってか、6両ってこれ初の製品化だっけ？ちょっと俺覚えてないですけど。
確か8両ってね、ちょこちょこ出てるんですよね。あの更新車じゃないやつだったり、更新車だったりと。で、4両も結構出てるんですけど、そうですね、6両意外と伸びなかったんですね。うん、まあまあ、意外な結果ですね。まあでもそうですね、京急、まあトータル的にはちょっと光ったのか、まあどんまいですね。で、次の、5月から4月だっけ、次。7月か9月か。4月から9月に投票したのが、俺何入れたんだっけな。多分ね、俺買ってないけどスカイアクセス線に入れたんだ。買ってないけどスカイアクセス線に入れたら、なんかスカイアクセス線も圏外か。意外だな。ここっすね。ちなみにスカイアクセス線がトータルランキングどこかっていうと、あ、でも意外とここなんですね。31票。まさかの京急より少なかったんだ。まあ、ダントツで西武の私服と。確か、あの、変な YouTuber のオバハンも買ってたから、まあそうですね、結構伸びたんですね。大阪メトロも66票。もう、ダントツでずば抜けてんだよね。まずそうですね、東武の、まああれか、日光線の方だっけ？まあローカル線区用の4両が、まあ7票ずつと。そうですね、まあでも意外だったなぁ。副都心線が31票か。まあそうですね、副都心線もまあ久々のリニューアルっていうことで出て、まあ伸びたんですかね。意外と補給1万の、あの、なんだっけ、扇町発のやつも意外と伸びなかったんですね。意外と伸びなかったんですね、失礼ながら。そうだね、まあでも、意外だったね。スカイアクセス線結構売れたはずなんですけどね。まあでもランキングで見るとスカイアクセス線、4位タイか。1,2,3、そうですね、4位タイですね。福田新線とスカイアクセス線と、まあ俺が欲しかったやつ、両方とも4位タイなんで。そうですね、まあまあ嬉しいっちゃ嬉しいですね。ただ俺両方とも買わなかったんですけどね。確かに、ね、スカイアクセス線はね、予約し忘れちゃったんだよね。で、福田新線の方は、もともと8両持ってるからいいやって俺買わなかったんだよな。で、最後ですね、10月から12月分。俺、ここ何に投票したかっていうと、何に投票したかな、自分でも覚えてねえんだよな。あ、浅草線のミニスカだ。ここでじゃあ12月16、ちなみにちょっと待って、今トミックスで探してんだけどさ。トミックス、あ、これまだ加藤分か。ちょっと待ちくださいね。はい、ではじゃあ、浅草線。意外と伸びなかったんだね。まあトップがこの中ではビュースター風っ子か。で、2位が、山陽電鉄の片っぽ。で、3位が、パレオエクスプレス。で、ハヤトの風。で、5位が、キハ120と。あの、確かキハ120ってさ、どれかがもうめちゃくちゃ売れてるらしいっすね。クルリ線かちょっと八王子線か忘れてたんだけど。浅草線、まさかの回か。ちょっとショックだな。でもまあ大阪メトロに片っぽに負けたしな。まあ一応、同時に発売された京成よりかはね、伸びたんですけど。ん？なんかこれ形成おかしくね？あれ形成って確か基本と増結でさ、車番違くね？あ、合算しちゃったんだ。基本と増結で。それまずくねえか。形成の増結だけ買ったやつとかいるはずなんだけど。わかんねえけど。まあでも意外と京急はそうですね。まあ2扉、8両伸びて4両ばっこり伸びませんでしたね。意外だったな。俺的に8両買って4両2つ買った人もいるのかなと思ったら、意外といないという結果なのかな。まあこのランキングではまあ、なんつうの、ビュースターに飛んだのかもしんないけど、ビューコースター、まあ、風っ子か。そうだね、意外とでも東西線のね、長年チェンジ説も3年、3年目か、ごめんなさい。まあ、2年ちょっとぶりか、まあ、3年近く発言化されてから、遅かったやつが、まあ、31票と。それに浅草線負けたの、ちょっとショックだな。まあ、意外な結果っすね。で、続いてトミックスいきたいと思います。あ、じゃあ先に鉄コレ行くか。あのね、鉄コレに関してはね、俺少なくともね、スカイアクセス線に絶対遊びで投票した。それは覚えてるわ。あれ、鉄コレって全部合算だったっけ？鉄コレは、そうですね、鉄コレは、あー、でも別に分かれてんのか。鉄コレの1月から4月分、俺これに何投票したかっていうと、そうですね、この時の俺スカイアクセス線に投票しますね。まあ、それが1位と。そりゃ投票するよな。だってあんた関東の人でスカクセスしかねえんだもん。じゃ一応見ましょうか。まあ一応ね、ニューデイズ、まあキオスクにある、鉄コレ単品、まあ伸びなかったんですね。まあしかもその中で唯一伸びたのが、タツノシテンビーのかな。まあ120、クモハ123系っていうのがまあ2位と。で、その中でやっぱり、コウメ線でいいのかな。まあトップ取って。意外なのが、あれっすね、シークレットっすね。5位なんですね。まあ確かにこの時のシークレットより次のシークレットの方が人気出ましたからね。ちなみに、京王線は3位と。1位が、ドベが高崎局ですね。まあ、高崎中央観光線、秋田局がドベドベドベと。で、そうですね、まあ、ズバ抜けて、まあ、この時は、スカクセ線と。まあ、2位が、東急かな。で、3位が、伊豆箱のラッピングで、4位が、トロリーバスか。これ、あれっすね、鉄コレながらバスコレも入ってるんですよね。てか、あれなんだ、タツノのトロリーバスってあれ、バスだけど電車使いなんだね。なんか意外だな。
で、次の月ですね。5月から、8月分かな？5月から8月分に俺何入れたかっていうと、俺何入れたのかな？まさかの長崎電気鉄道に入れてるわ。これだ、長崎電気鉄道。意外と28票取ったんだ。まあ、トップが、南海の1096両か。南海の1000系ってどれ？俺自慢じゃねえけど、南海はラピードしか知らねえんだよな。南海1000系。これ初代でいいのかな？ちょっとわかんねえけど。あー、これか！あれか、あー、なるほど、あれね。わかったわかったわかった。あー、なるほどね。確かこれ側面がさ、クリーム色のやつじゃなくてステンレス色のあるやつだよね。わかる。で、2位が、東武鉄道の、あれか、トップナンバーのあれっすね。いまだに方向幕で地下鉄直通太陽じゃない。トップナンバーか。まあ、2位と。で、3位が、東急の変なのか。で、4位が、名古屋市交通局かな。まあ、地下鉄か。前鶴、鶴舞線でいいのかな。まあ、あると。で、その相方も、入線と。まあ、5着、5位ですね。で、6位に神戸地下鉄。で、7位が、俺が投票した長崎か。あ、7位、あ、失礼、長い、相鉄線が長崎か。で、7、8位か。まあまあ、そうですね。意外とでも、あれですね、3000系の、なんつうの、まあ、伸びた割には、まあそうですね、3000系の鶴舞線で3050型。伸びた割には、テックステーションオリジナル、これ伸びなかったんですね。6位と。まあ、みんなやっぱりこっち買っちゃったんですかね。まあ、こっちだとね、そうですね、ヨドバシとかモデルズイモンとか、まあ、ポポンでったらと、まあ、2割引きでね、値引かれるんですけど、まあ、テックステーションオリジナル、低価っすからね。あれ、何がオリジナルなのか、ちょっと調べてみよう。俺ね、テックステーションの方はね、案内しないんだよな。確かしなかったと思う。テックステーション、これか。まだ売ってんのかな？テックステーションオリジナル品。ちょっと待ってくださいね。これか、商品、直販オリジナル品。鉄これ。あ、これか。3086に品番ねえのか。名古屋市交通局、地下鉄鶴舞線3000系。まあ、税込みで9900円と。これ何が違うの？どうなんですかね。何が違うんですかね、イベント品。まあ、ちょっとこれが何が違うか、俺ちょっと存じてないんで申し訳ないですけど。まあ、一応、車番が3122、3222、3121、3221、3722、3822の6列セットと。で、台車枠付属、行き先シール付属と。まあそうですね。意外と伸びで6位と。あ、そっか。3000系と3050系だからちょっと違うのか。なるほどね。で、最後の、9月12月がこちら。ちなみにこれさ、鉄コロだけじゃなくてさ、バスコロとかもやってほしくね？地味に。もう俺がやってるわけじゃないからでかいこと言えるけどさ。9月12月、俺何入れたっけな？覚えてねえんだよな。あ、俺、遊び半分でコウペンちゃんに入れてるわ。いっそのコウペンちゃんがまさかのトップっすね。で、意外と伸びなかったなと思ったのがシークレットっすね。なんだっけ、長野の車両センターかなんかにいるなんだっけ、メルヘンの形容色まとったの、10位って意外と伸びなかったんですね。さすがキオスク限定。でもあれだよね、JR のでかい駅に基本的にキオスクってあるよね。まあ、川崎はそうっすね、2箇所あるんですけど、鶴見ってあったっけな。横浜駅もどっかにあったっけな？あんまり覚えないですけど。まあそうですね。川崎近辺で言ったら、夜行はない、夜行はないでしょ？で、知ってもないでしょ？まあ、蒲田は上にあったっけ？そうですね。意外とキオスクってないんですよね。まあそうですね。意外とトップが、コーペンちゃんと。まあ西武の方がね、あと犠牲、グリーンマックスの方が発売された割には、そうですね、伸びた感じですね。こっち、あ、こっちはそっか、戦闘士だけで出てねえのか。こっちはあれか、セットとあれ全部出たっけ？ちょっと覚えてないですけど。で、2位がまさかのイズッパコ。7000系の、7501と。で、3位が、エーザン伝説じゃないかな。まあ、登場時から。で、4位が、高松琴平の、あれですね。京急からか。まあ、ラッピングされた還暦な赤電車と。まあ、マイクロエースが出してくれるのを望むって言ってますけど、出ないかな。で、富山地方鉄道、西日本鉄道。あ、それ、富山地方鉄道だ、これか。東武鉄道の、事業者編ですね。まあ、それの A、B でランクイン。
で、33票で、富山地方鉄道の、9都村ですね。で、片っ端伸びきれず、で、西の鉄道か。で、28票の、西の鉄道の、大手の6連のですね。まあ、まあ、そうですね。意外とでも、事業者限定で唯一伸びたのが、そうですね。烏山線だからあれか、宇都宮のどっかだっけ？確か宇都宮の間してる、なんだっけ、なんだっけ、名前忘れたけど、なんだっけ。駅に止まってる間だけパンタグラフから充電するやつだっけ？確か違ったっけの ?EV301 系って。確か2両編成のやつだったと思うんですけど。あんまり宇都宮なんか行くことねえからな。EV301 系。ああ、そうっすね。停車中だけ電池貯めるやつですね。面白いよね。停車中にパンタグラフ開けて充電中。まあ、非電化を走る電車。面白いよね。そうだね。そろそろ完成品で出ればいいんだけどね。もしかしてセットで出たっけ、これって。ちょっと覚えてないんで面白いですけど。そうだね。まあまあ、伸びた感じか。まあでも、一応俺が遊びで投票したセーブが、まあまさかのランクインということで、第3位ですね、コーペンちゃん。まあ、スカイアクセス戦もね、遊びで投票したのが1位と3位ってことなんで、まあまあ、見る目はあるんですかね。どうなんですかね、ちょっとわかんないですけど。まあ一応ね、来年の1月か2月、確かスカイアクセス戦のやつがまた発売されるはずなんですけど、なんだっけ、確かね、おまけ付きだっけ？何か忘れたけど、なんだっけな。京成の3500系かな？確か京成の3500系に使えるステッカー入りの、おまけが付いて8両が確か製品化されるはず。てか、されてるはず。確か来年の1月か2月だと思ったんですけど。ちょっと俺もね、詳しいこと覚えてないんで申し訳ないですけど、新着情報出てるかな？いつだっけな？一応ね、確か来年の1月発売なんで、少なくとも今年の、9月か。9月には製品発表されたのか、じゃあ。今年の9月、京成線。ちょっとお待ちくださいね。そしてこの動画、競馬取る前に遊びで撮ってる動画なんで、尺的にはどう見てね。そうですね。京成3100型3150トップナンバーの、成田ですか？トップナンバー？ちょっと待って。あれ、おかしくね？あ！ 俺、違うの気づいてなかった。つい最近俺、川崎でスカイアクセス撮影したんですけど、これちょっと画像俺下手なんで、あんまりドーンって言われたくないんですけど、これ違う車両撮影してたわ。これ、富山浅草線京成線、正午直線って60周年。なんかヘッドマークついてるのが走ってるから撮影したら、あれスカイアクセス線じゃなかったんだ。俺知らずに撮影してた。バカじゃん。はっきり言うけど、俺バカじゃん。まさかの知らずに撮影してたわ。一応製品発表されたの今年の10月8日っすね。じゃってこと発売2月か。そうっすね、今年の2月発売っすね。成田スカイアクセス線開業10周年記念ヘッドマークがついて開催する京成電鉄3000型特別セット発売。お値段が税抜きで1万5千円ってことなんで、まあ、鉄これはね、だいたい1両1500円ベースなんで、まあ、ちょっとのおまけが3000円ぐらい、まあ、ちょっと高いのかなっていうのが、まあ、印象なんですけど。一応、内容としては、付属シールには成田スカイアクセス線開業10周年のイベントツアーとして、東成田駅で表示された内容の一部や、現在発売中の3500円の更新車、まあ、一応ね、マイクレースも発売してますけど、それに貼ることのできる、イベントツアー8連戦のシャバンシールと行き先を収録。また今回は特別確認しレプリカの車内名盤シールと、車両パンフレットも付属しますと。まあそうですね。だから、マイクレースの俺3500円2セット持ってるんで、そのおまけに欲しいんですよね、このステッカーが。だから俺このスカイアクセス線で買おうかなと考えてるんですけど、まあ一応来年の2月ということで、そうですね。まあまあ予算湧いてるんで、まあこれ買って、あとはイズモワークスの電装化キット買うっていうのは、そうですね、ありかなと思いますね。まあどうするかちょっと未定だけど、まあセットだけはね、買おうかなと思いますね。さすがにそう簡単にね、イズムワークスの方ってなくなるとは思わないので。ちなみに今、なくなるとは思わないでって言っても、在庫だけは調べるんですけど。イズムワークスって、あれ、イズムワークス俺入ってねえじゃん。あれ？本当だ、俺イズムワークス入ってねえよ、スマホの中。あれ、俺なんで入れてねえんだろう。おかしいの、入れたはずなんだけどな。でも、入ってないっすね。あれ、おかしいな。間違えて消したのかな？ちょっと今、イズムワークスだけ入れちゃいましょうかね。まあ、じゃあちょっと、じゃあ先行きましょうか。イズムワークス。じゃあ次が、どこになるんだ？次トミックスか。おー、でも意外とランクインしましたね。関東の車両が3つか。まあでも完全にランクインしそうなの分かってましたね。1位が火の鳥、2位が新快速、3位が、相鉄線で、4位が山手線、5位がスーパービオということ。
まあ、妥当これに関してはそうですね。他にランクインしそうなやつないっすからね。うん。これに関しては正直言います。妥当ちなみに今、イズムワークスなんか7周年かなんかでイベントやってんじゃん。なんか今、イズムワークス7周年で、なんか、あのレジ画面にいてクーポンコードの入力で、大晦日まで行って今日じゃねえかよ、10% オフだって。開店7周年セールでキーワードがひらがなで7周年だって。俺別に今すぐ注文しねえからいいんだけど。ちょっと待ってください。先に京成の在庫だけ調べちゃおう。多分ね、そう簡単に枯渇するとは思えないんですけど。ありましたね。京成3100型、2セット売りか。ってことはこれそれぞれ入ってんのか。終電システムは別売りか。じゃああれか、本体とあれなんだ。で、ちなみにこれもともとあれですね、通貨標識とがつくんだ。まあ、通貨標識となしも受注可能な特徴だが、まあ別に、まあそうですね、京急線内爆走させるためには、まあ通貨標識ありなんで。そうだね、ゆくゆくたーのも。ゆくゆくたーのも。のんきな人間じゃな、わしって。自分でももう、のんきだなーって。あ、俺、イズマックス入ってたわ。S なのか？じゃあこれか。入ってた、入ってた。ちょっと待ちくださいね。で、トミックスに俺何投票したかっていうのを 100% 覚えてないので。じゃあトミックス行きましょうか。あー、間違えて YouTube 消しちゃった。じゃあとりあえず、まあ先に、1月から順に見ていくか。まずこちらですね。1月から4月、まあ上半期3ヶ月分。ズバ抜けたのが、153K と。そうですね。意外と伸びたんですね。まあ、それを伸びたのはスーパービューを取ること。じゃあ、ちなみに俺がちょっと遊びで何投票したか見ていきましょうか。自分でも何投票したかも覚えてないよ。つってさ。ちなみに今1時か。あれ俺今日なんか見るテレビなかったっけ？あれなんだっけ？確か、あれ、年忘れ日本の歌が4時からでしょ？確か4時から。俺昔の歌好きなんですよね。昔の歌好きなんですよって言ったら、ふるって言われたので、ぶっちぎりそうだけど。そうだ、年祭り日本の歌が、テレ東で4時から。で、ドラえもんスペシャルが4時半、ガキツカが6時、5時半か。そうだ、ガキツカが直前スペシャルで5時半か。よし、年祭り日本の歌見てからガキツカ見ようっと。今は芸能人格付けチェックと、なんか義母となんかのブルースしかやってねえ。ってわけで4時まで動画撮ろうっと。まあそうですね、一応とりあえずトミックスに投票したのが、トミックスに投票したのが、ちゃかちゃん。ありましたね。トミックスに、まず第1回目投票したのが、あ、俺、天城職にしてますね、まさかの。185系の天城職、どこだ？あれ？ねえぞ。あれ？スーパービュー踊り子、二次写真撮ってくれるから。あ、これっすね。天城職、27票。あ、意外と伸びなかったんだ。そうだね。やっぱり前面の塗装が、まあちょっと難ありっていうのがあったから、まあ伸びなかった感じなんですかね。で、次、5月から、8月分。5月から8月分に何投票したかっていうと、何に投票したか自分でも覚えてねえんだよな、自分。まさかの大和運輸にしてるわ。大和コンテナどれだ？ん？スカイラインの上か。あ、これですね。あ、でも大和運輸はちょっと49位なんで、まあ4位か。まあズバ抜けで、そうですね、新快速。で、2位に相鉄、まあ、3位がスカイライナーと。まあ、妥当そうですね。まあ、もともとスカイライナーの俺、A 型自体興味ないし、まあ、もともと俺どちらかというと100系の方が好きなんですよ。A100 型。で、まあ、新快速自体俺も加藤の9製品持ってたから買わなかったし、まあ、相鉄線も1万2000系買わなかったから。まあ、そうですね。確かに、まあ、こいつらがランキング入るのは、まあ、妥当っすね。で、次が最後、9月から12月ですね。こちら。9月から12月に俺何投票したかっていうと、あれ、意外と俺あれだね、真面目に投票してたんだね。てっきり俺ランキングトップ取れそうなやつばっかり投票してるかと思ったら、意外とそうでもないですね。で、ちなみに9月から12月分何にしたかっていうと、あー、山手線にしますね、その時は。まあ一応山線がこの中ではトップと。そうですね。
あ、意外だなと思ったのが、そうだね。やっぱり意外だなと思ったのが、全体的にここ、まあ、火の鳥がいるんですけど、全体的に、まあ、火の鳥に集中しちゃったのかな。まあ、だ例えばで言うと、まあ、相鉄線の1万1000系。まあ、あっちのリニューアル食った方が伸びなかったし、まあ、あとそう、やっぱり伸びそうだなと思って伸びなかったのは新快速かな。あれ伸びなかったんですね。真面目に。まだ総武線の配給とかも、まあ22なんでいい方かもしんないけど、まあノーマルの方が伸びず。で、北斗星の方もまあ52票か。まあいい方ですね。で、京浜東北線の72型がまあ34票と。で、からしの方も伸びきれず28票と。まあそうですね、ここはやっぱりそうですね、今年とミックスって、まあ火の鳥新快速、山手線スーパービューとね、まあ特に火の鳥は単独で、山手線とスーパービューに関してはね、まあ、加藤が今まで全くリニューアルしてこなかったの、まあリニューアルっていうことなんで、まあ全体的に集中した感じか。特にやっぱりね、難点としては、なんていうか、スーパービューが、まあ売れた一番の理由としては、やっぱり構造だと思うんですよね。加藤ってボディ部分が先頭車も外しにくいんですけど、中間車含めて。ただその点でも加藤、なんていうの、トミックスは、まあ綺麗にね、真っ二つにできるんで、ボディが。その点がやっぱりトミックスの方は、俺が買えばよかったなと思ったんですけどね。まあ加藤のやつ、まあ浸透さは持ってないんですけどね。買わなかったんですけど。まあ、後々安いのがね、見つかれば、まあ、買ってもいいかなとは考えてるんですけどね。まあ、多分見つかんないと思いますけど。で、そうですね、山手線に関してはね、方向膜のガラス部分、まあ、なんか傷があったらしいんですけど、まあ、それでもそうですね、伸びた感じにはなりましたね。まあ、次の、205系、まあ、次一応、京阪神がもう決まってますけど、その次の205系ですね、まあ、関東地区が次出るのか、はたまた出ないのか、まあ、その点も含めてね、期待はあるのかなと思いますね、本音は。まあ、そんな感じですね。で、次、加藤ですね、最後が。まあ、加藤の鳴き声なんですね。8620の東北地方がまず第1位。で、四国2000系、まあ、N2000 系ですね。そちらが、2位と。で、東部が3位、カムイが4位、新快速が5位と。そうっすね。こちらも妥当としか言いようがないですね。ちなみに何に投票したか。まず加藤の1月から4月も行きましょうか、じゃあ。まあそうですね。俺、この時何に投票したかっていうと、あ、俺、千代田線に投票しましたね、一番最後。ああ、でもそう、66票なんで、まあまあか。まあそうですね、一応、まあそうだね、やっぱりカムイはね、揺れるだろうね。で、2位が、東上線のやつか。まあ3位が、マニ44。まさかのセットに負けたんだ。で、セット負けたんだね。で、4位が、リニューアル。で、5位と6位と。そうですね。まあ、この中で意外と伸びなかったなって思ったのが、そうですね。まあ、DD51 の下関ですかね。あれ、7つ星の割には伸びなかったんですね。あと20系の客車も、造血セットなんか今回初のラインナップになったりしたんですけど、伸びなかったですね。はい。じゃあ次行きましょうか。まあ次、5月から8月ですね。ここはまあトップが8620ということでね。まあ、特に、これの場合ってさ、やっぱり、鬼滅の刃もかかったのかな？まあ、無限列車編か。無限列車編で、あれ、実写って86なのかな？ちょっと俺そこわかんないんだけど、まあ今ね、JR 九州が、無限列車企画ということでね、まあ86に、まあ、なんか、イベントやってたり、で、一応、まあ JR 東の方もね、高崎にある、旧客、まあ使って、まあイベントやってますけど、それも考慮して伸びたんですかね、86の場合は。ちなみに俺、この時700件に投票したんですけど、まあ伸びなかったですね、16票。まあ、俺一人で、4票入ってるんで、まあ、実質上12票か。意外と伸びなかったですね、700系は。まあ、データの吸収仕様もね、ちょこちょこ出てる割には伸びきれずと。そうですね。まあ、黒潮が、まあ、惜しかったですね、黒潮。加藤にしてはね、初の黒潮だったんですけど、まあ、3位と。まあ、なんつうの、やっぱりトミックスの製品と色が違ったっていうのもね、一番の大きな要因とはあったと思うんですけど、まあ、その割にはそうですね。まあ、全体では6位ぐらいか。まあまあ、検討した方がいいじゃないですか。まあ、あとはそうですね。ヤクモとか出てますんで、別の色っすかね。黒潮の色とか、ヤクモの別の色とか、緑色とか、期待したいですね。はい、まあそんな感じかなと思いますね。で、次、最後ですね。9月から12月。はい、まあそうですね。ここ、ダントツで、渦潮と。まあそうですね。これはもう妥当でしょ。で、やっぱり東部の8000系ですね。ちなみにこれなんだけどさ、4000、8000系の4両セットってさ、これちなみにマイクロより高いって皆さん知ってたんですかね。確かね、マイクロの方がね、税込みでちょっと安いはずなんですよ。ちなみに俺この時何投票して、多分タリスに投票したと思うんだけど。何投票して、多分タリスだと思うんだけどさ、俺も自分でも覚えてねえんだよな。
あの、来年は何に投票したかって俺、あ、そうです。やっぱりタリスに投票しますね。まあ、タリス、全体的に見ると、まあ、22票ということで、まあ、トータルではそうですね。俺が1、4、4、まあ、17、18票か。あ、全部で19、まあ、そうですね。18票プラスうちの4票か。そうですね。結構伸びなかった感じですね。まあ、でも、まあ、しょうがない。でも、意外とラフピカションは、北斗星に負けたんですね、タリス。しかも、まあ、特に EF81、まあ、今回ね、パー1の北斗星初のリニューアル。まあ、今まで、ごめんなさい、なんだっけな。95、レインボー機の95号機が、クルーズトレインのセット。確か特別客員になった95号機が、カシオペアの、カシオペアの、確かあの、トレインセットで、クルーズトレインかな確かわかんないけど、4両セットで初の、リニューアル食って。で、今年のいつ頃か忘れたけど、カシオペアも、まあ、リニューアル食って。まあ、自動的にパー1もなんか来るんじゃないのかなと思ったら、来ましたね。で、まあ、自動的に今32票ということで。まあ、この中で見るとね、まさかの1、2、3、4、6位ぐらいか。まあ、そうですね。結構伸びた感じですね。ごめんなさい。レッドウィンがいるんで、7位ぐらいか。そうですね。意外と伸びましたね。で、DD51 の方なんか多分今回、あの、車両セット、車両とか、機関車買い直したっていうよりかは、多分前面の手すりパーツとかだけ買い直したって方多かったんですかね。まあ、俺も本当あのヘッドマーク部分のやつ欲しかったんですけど、なんかどこもかしこもパーツ瞬殺しちゃったみたいで、パーツがないんでちょっと買えなかったんですけど。そうですね、しょうがないかな。またどっかで探そうかな。まあでもそうですね、タリス22、お疲れ様でしたね。ピッコロピッコロに負けたのはちょっとでかいね。一番何が傷つくかってさ、中央線のトイレ車と一緒っていうのが何より傷つくよね。まあしょうがない気もするけど。まあこうやって見るでも今年加藤って特別曲に結構あったんですね。あの、デーテンの1082、で、スイタのやつ、で、あのピッコロか、あのピッコロじゃない、チビトツが2種類。で、まあ、あれか、536号機か。まあ、あれでもホビーゼータが助けたらいいのか。で、そうですね、ゼブラトーソンが86。86のゼブラ意外と伸びなかったんですね、逆に。まあ、そうですね、一応、まあ、トータルでは、加藤はトップが86と。まあ、一応ね、この中で見ると、まあ、加藤は特にね、こう、あの、なんていうの、その、一月に、あの、強化施設っていうのが、まあ、86、なかったのでね、まあ、自動的にその月では86が伸び。で、まあ、東部と、N2000 系では、まあ、競り合ってって感じか。まあそうですね。で、この中で、まあ一応ね、この後トップ投票っていうのが選ばれるんですけど、ごめんなさい、消えちゃった。明日から行われるのか、それとも行われてんのかな？多分ね、明日ぐらいから行われると思うんですよ、この決選投票が。どっかに記載ねえかな。あ、小柄稼働からコンテナの案内出てたんだ。知らなかった。しかも29日って一般的に仕事納めじゃね？もう終わってんじゃね？もうどこが、いつが仕事なのかね。ちなみに投票結果が、今日発表予定にはなったけどさ、決選投票っていつやんだろうね。ちょっと俺そこの記載がないんでわかんないんだけど。そうですね、投票結果には13時、まあ、決選投票を見てるか。まあいいや、多分年明け明日ぐらいからやんのかな、決選投票。まあそれからやんないのかもしれないけど。まあでももしね、この中で決選投票行われるとしたら、まあ86、火の鳥、成田スカイアクセス戦、私服の、52席の私服、エヴァンゲリオン。多分ね、俺これランキング確定だと思うんだけどさ、1位がね、多分火の鳥だと思う。で、2位が86。で、明らかに5位がね、もう西武で、あの、形跡が決まってるんですけど、3150で。で、4位が多分ね、俺西武だと思うんだよね。で、3位が多分エヴァだと思うんだよね。まあ、これ俺のあくまでも謎だけど、多分ね、5位の鉄コリは確定してて、多分火の鳥と86で競るんですよ、トップが。で、その後の3位、4位争いが多分エヴァとセーブになるんで、でもね、トータルで考えてみると、まあ、エヴァがね、グリーンマックスは今回全部で1337票。で、マイクロが1708票のうち、まあ、セーブがね、135。で、その後エヴァがね、まさかの86ということで、だいぶ少ないんですよね。だから本当にエヴァは拮抗したんですけど。でもね、多分ね、セーブとエヴァどっち取るって言われたら、俺、でもどうなんだろうな。まあ、セーブとエヴァで完全に関東関西は分かれちゃったんですけど、どうなるんですかね。まあでも、エヴァに関しては全体の、何分の、どれくらいなんだろう、ちょっと待ってください。計算してみるか。86割る、1337。全体の 0.06 なんで、まあ 6% くらいか。1337の 6%。まあ 7% くらいか、約。まあそうですね。まあ 6.5% くらい。この点、こっちに関しては、そうだね、1割ちょっとはある感じか。1708。かける。そうだな、まあ 12% ぐらいで打ってみるか。12% じゃない、10% か。
あ、そっか、10%切ってるのか。そうだね。こっちもじゃあ8%ぐらいなのかな。あ、そうですね。まあ、1708のうち8%ぐらいがまあ、西部に入ってる感じで、まあ、どっこいどっこいなぐらいなんですよ。ただね、こっち見るとね、その後80に76、66、60と、まあ、拮抗しつつ、で、こっちもそうなんですよね。67、52、50、50と、こっちの方も全体的に拮抗してるんで、まあ、特に母数がこっちの方が400少ない割には。この後も団子、団子、団子、団子なんですけど、こっちはね、まあ、こっちもちょっとボコ、まあ、そう、20票、まあ、20票ぐらいなんで、まあ、団子にしますけど、まあ、ボコって開いた後、6票、10票、2票なんで、ね。多分、ってかね、西武なんかに勝たれるよりか、エヴァに勝ってほしいっていうのが俺の本音。で、火の鳥 VS86 に関してはね、多分ね、母体がだいぶ違うんですよ。で、例えば火の鳥なんかに関しては、まあ2700票、まあ約2050票のうちの、まあ315なんで、まあすげえ数だな、本当に。すげえな。少なくとも1割ちょっとは入ってる計算か。そうですね、1割ちょっとは入ってますね。で、こっちに関しては、まあ86、まあこっちも1割弱が入ってるんですけど、まあ1割ちょっと入ってるんですけど、あのね、規模的に考えると、俺マジで話すると、俺今回四国が負けると思ってなかったんですよ。まさかの。まあ、俺が無駄にタリスとか入れちゃったのが申し訳ないですけど。そうだね、俺が、あ、でもそっか、俺がタリス入れたとしても全部で4票しか変わんないから意味ねえのか。まあ、で、正直に言うとね、まあ、86世代と火の鳥世代って考えてみると、じゃあ俺みたいな若い世代の人ががっつり86に押すかって言われたら、そこは違うと思うんですよ。多分。じゃあ、この5メーカーの中で、世代が綺麗に入りやすいの？まあ、86、火の鳥、京成、西武、エヴァ。で、考えたときに、一番どの世代も好めるやつって、多分火の鳥だと思うんですよ。まあ、本当に20代から、まあ40代、50代くらいまで。まあ、関西の、まあ今回近鉄もね、まあ新しい観光特急ということで、島風の次に出ましたし。そういう世代も考えるとね、86がね、そこまで伸びれる世代じゃないと思う。正直言うとね、86と火の鳥で86が勝つと思うんだよな、個人的には。あ、ごめんなさい、86と火の鳥が多分勝つと思うんですよ。特にトミックスの場合は今回もう、メーカーがね、新快速だ、相鉄の、新車だ、山手線だ、スーパービューだって抱えた中でのダントツですからね。本当に、あれだな。でもよく加藤のが500票重かったな。これどう考えてもいいんだけどさ、同じ人が1人1回投票すればさ、絶対的に規模同じになるはずなんださ、だいぶみんな、これだべ、グリーンマックスマイクロのめんどくせえやつケチったべ。まさかの鉄コリに負けたマイク、鉄コリに負けたマイクロですかね。うん、まあでもどうなんですかね。まあかまでも俺の予想は火の鳥86、エヴァ西武、断然ドベのスカイアクセス戦。かなと思うんですよね。わ かんねえけど。むしろ鉄コリがまさかのスカイアクセス戦が優勝してる時点で俺驚きましたからね。だってスカイアクセス戦なんか、ああ、そっか、これ発売されたのだいぶ前だもんね。発売されてからそっか、リニュー、もう一回なんだっけ、特記品出しますよっていう感じで、スカイアクセス戦開業出すって言ったから、特にもう売れてる時期だもんね。まあ、こっちに関しては団子団子ボコボコっすからね。すげえよな。1票差で南海が負けて、その後10票差、11票差で、まあタイで西武と東急だからね。まあしかもそれで5位、5位、まあ5位、5位が若干ちっちゃいんだけどさ。かわいそうじゃね？ 1、2、あ、でもなんか4位、5位ちっちゃいのかどこも。あ、そうだ、どこもちっちゃいんだね。まあ5位が、まあ伊豆箱ということで。まあでもそうっすね。一応伊豆箱根鉄道が静岡県なんで、まあ一応首都圏に入れたと、まあ関東に入れたとしても、まあ一応4対5。あ、4対1か。まあそうっすね。別に南海の、まあ静、まあでも静岡ってどっちなのかな？まあでも東か西かって言われたら静岡って多分まだ東寄りなのかな？ちなみに俺この伊豆っぽくのさ、ラブライブがさ、駿府線、あ、駿府線だっけ？修善寺行くやつか、大雄山線どっちらしか知らねえんだよな。多分修善寺の方だと思うんだけど、この電車だと。確か踊り子側だと思うんだよな。まあ特に伊豆っぽくの相方が小田原で走ってるんでね。まあ一応関東にはぶっ込みますけど、鉄道会社としては。ただ、車庫はあっちなんだよね。静岡なんだよね、確か。まあ、そうですね。意外な結果にはなりました。まあ、ちなみにね、もし決選投票が、また、アカウント1人1個ってなった場合には、まあ、うちね、最高でも4つアカウントあるんで、そしたら俺はね、断然火の鳥に全突っ込みしましょうかね。明らかにね、なんだろうな、86に勝てるかやったら火の鳥に入れてやりて。まあ、関東人なんで、本当だったら、まあ、なんつうの、京成か、まあ、西武に入れるべきなんですけど、西武は絶対に入れる理由ないからね。あんまり好きじゃねえっていうのもね。まあ入れるならエヴァだけど、そうですね、優勝させるつもりなら火の鳥に入れるべきかなと思いますね。あくまで俺の意見としては。まあそんな感じかなと思いますね。まあちょっとね、なかなか無駄な動画喋りましたけど、まあ一応ね、2020年 N ゲージのとこ俺何本撮ったんだ？少なくとも100本近くは撮ったのか。まあくだらない動画含めて。まあこういうのもくだらない動画なんですけど。やばい。今
今年 N ゲージの動画何本撮ったか分かんねえ。で、一応少なくともだけど、今年買った N ゲージの本数ですね。今年買った N ゲージの動画の本数が、そうですね。まず N ゲージの2020年の購入品紹介で、中古が、44本、新品が16本で60本。で、その中で N ゲージの製品化情報。そうだね。N ゲージの製品化って、まあ製品化か。まあ一応、まあマイクロがね、何回か出してないこともありますんで、まあそれ込みで考えても、まあ48本。まあ少なくともやっぱり100本近くはね、1年間で N ゲージの動画俺撮ってますんで。まあそうですね。今年は、なんだろうな。意外とチャンネル登録が伸びたんですよね。まあ、1000人いかなくないか。まあ、もともとチャンネル登録者1000人以上だったんですけど、まあ、何かの影響で半分ぐらいがっつり削られて、で、今なんか多分1100人ぐらいかな。1200いかないぐらいなんですけど、まあね、来年も N ゲージの動画、まあ、のんびり気ままにね、好き放題撮っていけたらいいかなと思いますね。というわけで、まあ、こういう動画になりましたが、2021年もこんなクソチャンネルの、クソ動画、まあ、クソ動画って言ったら、まあ、クソ動画、クソ動画かな。まあ、N ゲージのね、クソ動画、ご期待でき、ご期待していただけたらいいかなと思いますね。ちなみに来年に関してはね、俺、年明けにすぐに北斗星引き取ってきたと、来年の4月ぐらいまで新品も予約がないんでね、もしかしたら2月に鉄これ買うかもしれませんけど、ちょっとどうなるか未定なんでね、まあ一応製品化情報の方で、ご期待、まあ製品化情報の方か、まあ動画、まあ他にでも撮るんでね、俺がね、YouTuber でしたら2017年って製品化情報の動画撮ってる人いなかったんですけど、今は結構いるんですよね。まあ俺って結構そういうところってなんつうのかな、まあ、結構トップ切るんですよね。地方競馬の予想だったり、N ゲージの選果希望だったり、予想だったり、選果動画だったり。意外と、なんだろうね。俺ってまあ行動力とね、計画力しかない人間なんでね。まあ遊び半分ですけどね。まあそんな感じでございます。はい。というわけで、2020年 N ゲージ、この動画が最後になるかなと思い、最後になるかなと思います。最後になります。ではまたね、2021年来年もどうかよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。